これは大向き？こっち向きかな。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はデアゴスティーニさんのスターウォーズ X ウィングの69号を組み立てます。めっちゃ大きい部品が届きました。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。おお、大きいですね。わあ、重たい金属4本。はい、これまでの X ウィングの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。わあ、なんか落ちたぞ。これですね。これと、これと、これと、これが入ってました。69号。そして、チャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それでは、早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。それではですね、4号ずつ届くけんね、前の忘れちゃうんだけど、これですね。この68で組み立てたというか、これ確か届いて終わった、これだけ届いて終わったんだよね。これね、これとこれをくっつけるのでさらに大きくなります。ウィングメカニズムのサポートということで、この69号ではこれとこれを X ウィングの4つの S ホイールが開閉するピボットを製作します。ちょっとよくわかりませんけど、これは66号で届いたやつみたい。これを使ってねということです。じゃあちょっとね、その X ウィングのどの部分かはちょっとわかんないんですけど、後部後ろの胴体の組み立てになります。はい、じゃあまずはこれに、ちょっと待てよ、まずはこれか、これにこの、ここだ、尖ってるところのこっちの猫ちゃんみたいな顔の方じゃなくて、こっちの方に間が空いてる方ね、にこれを刺します。ビビ、あ、入った。そしたらもうこれで工程4番まで終わりました。そしたらこれを、こう向きにして、これは？こう向き？こっち向きかな、こう向きかにして、これはあ、わかった。ここに 1,2,3,4,5 個穴があって、ここに 1,2,3,4,5 個穴があるけん、それを合わせます。
これはどこ行くかな。これはまあ、これは別にどこっていうのは書いてなくて、どこっていうかここしかないわ。ここだ、ここです。で、あ、挟んでる、挟んでる。おとととと、と13番が、あ、取れない。あ、取れたわ全然挟んでもなかった。あれ、これは、はい、これをまっすぐここに刺します。そしたらここから見えるに、こことここと、こことここと、ここに穴があるので刺します。緩めに、結構ね、ネジは大きめですね。刺しやすい。5箇所入れます。うん、今回はね、難しくないですね、形状さえ分かれば。ちょっとどこってなったけど、配線もないし、た、大きくなりましたね。後部の胴体っていうことだから、座席とかは来ないのかな。でもここに電池ボックスあるけん、結構重要な部分ではあると思います。いたたた、ここに手が、指が刺さるんだけど。あれ、合ってないやつ使ってる。あんまりね、あの金属じゃないけん、あんまり固く締める必要はないかなとは思いますけど、まあガタついちゃいけんけんね。はい、これで69号は後部胴体の組み立てということで完成です。結構ね、大きめに12、13、14って書いてあるので、今後ね、あの刺すとき間違いなさそうにちゃんとこれがついています。なんかちょっとボブスレーっぽくない？どっちが前かわからんけど、こっちが前で、シュ、ボブスレーっぽいのができました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。これはですね、保管、使いませんでした。重たい、保管です。では、X ウィングの、次回はモーターとギアボックスということで70号ですね。めっちゃ難しそうです。頑張ります。そして、タンサックでは週に2回、模型作りの生配信もしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか？探索団はあなたの入団を待っちょうよ。違うかな？違うっぽいな。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またねー。ということで
今回はスターウォーズ X ウィングの組み立てをご紹介しました。よかったら励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。